花の販売日とレッスンがあります。またあの先日とは違う可愛いお花がすごくたくさんね入荷しております。この辺りは辻川園芸さんのビオラたちですね。あの本当にすごい可愛いビオラがたくさんあるんですが、見てください。これもね日本植えです。でこれウェッジウッドなんですが、ウェッジウッドの青とピンクの2色植えっていうのがちょっとね出てまして、すごい綺麗だなと思って見てます。本当にすごく強いですしね、春まで長く頑張って咲いてくれるかなと思います。これは白とソフトピンクの子ですね。なんかこういう2色植えのが今年あってすごいね素敵ですね。で今日はモコモコアリッサムもいっぱいありますのでね、皆さんビオラとモコモコアリッサムで植えてみてくださいね。可愛いですよ。寄せ植えもできるし、ハンギングとかもすごいおすすめです。ハンギングだったらこのビオラ10個ねとアリッサム2つと、あとはちょっとシルバーリーフなんか入れるとすごい素敵ですよね。いろんな色あるのでぜひ見に来てください。オレンジとかこういうのもありますし、こちらですね。こちらこれね、この辺ひらひらのビオラ、パンジーがすごいたくさんあるんですが、これはねめっちゃ可愛いです。あのアンティークフリルパンジーフルールですね。これあのお顔もいろいろあって、去年植えたんですけど本当にずっとこれも春まで上がってきましたね。すごい良かったです。株も閉まってるしめっちゃ可愛いですよ。さあどれを選ばれますか。この辺はこういう、これはビオラのデコルテですね。こういうね本当にこれもお顔よく見るとめちゃくちゃ可愛いです。いろんな色がねあって、どれ選ぶか本当にね悩みますよね。でこれはね伝説の八重咲パンジーファビュラスっていう品種なんですが、本当にもうこのファビュラスな色味見てください。なんか咲き方がちょっと普通のフリルパンジーとはね違ってめっちゃ可愛い八重咲パンジーです。でこういうちょっとコアラちゃんとか、これ花首高くてお花がちっちゃい可愛い子ですね。これも寄せ植えに使うとすごい素敵ですよね。でこっちはねこういうあのカラーリーフいろいろ揃えてますので、皆さんちょっと寄せ植えの、ね、脇役のあのねカラーリーフと一緒にお花を植えてみてくださいね。めっちゃ綺麗ですよ。この辺は地植えとかしてもいけますしね。いろいろちょっと手に入りにくいようなリーフとかもね揃えていますので、この辺と一緒に寄せ植えするとすっごく素敵になります。ね、北流とかヘーベとかいいですよね、冬花材でね。でビオレッタですね。ビオレッタもいろいろいろんなお色あって綺麗ですよ。見てください、これめっちゃ可愛い。おはようございます。あ、ね、シエルブリエもまだまだありますので見に来てくださいね。プレミアムビオラですね。めっちゃ咲きます。
の辺はこういうかわいいシクラメンとか煮物とかいろいろご用意してますね。でちょっとご紹介したいのがこちらですね。これめちゃくちゃかわいいポインセチアの大きいやつです。でね、すごい綺麗、なんかちょっと八重咲きみたいになっててめちゃくちゃ綺麗ね、すごい綺麗母が出てきた。大きさがこれで、はい、めっちゃ大きいんですよこれ。で今の間はちょっとこういうまだ綺麗です。まだね、この寒くなりすぎてない今の季節の間はこういう朝日が当たって、ここからちょっと半日陰みたいなところで飾っていただいたらいいと思います。で12月に入ってちょっともうずっと寒いなーっていう気候になってきたら、ね、お部屋の中の明るいところに移していただけたらなと思います。またね、ちょっと大きいシクラメンが出てくるのまでお時間ありますので、それまでの間これでお部屋の中で楽しんで、で12月頭ぐらいに大きいシクラメンね、可愛いの出てきますので、そうなったらシクラメンに変えていただいたらいいかなってさっき2人で話しておりました。はい、でこの辺りはちょっと可愛いね、すごい可愛いガーデンシクラメンとかいろいろ今回も揃えております。これはクレヨンですね。チッチッチって書いたみたいなクレヨンと、あとはこれね、これプリンセスドレスっていうの、めちゃ可愛い、本当にね、ディズニーとかのお姫様みたいなのなんですが、めちゃ可愛いです私もこれは飾ろうかなと思ってます。とか、他にもね、いろいろこういうフリルのガーデンとか、なんか本当にちょっとちっちゃいプリンセチアとかいろいろね、若干こう北向きとか半日陰の方とかでもいけるような花材がいろいろこの辺り入っておりますのでね、またぜひお待ちしております。で日程はこのお日にちですね、13、14、15、16ね。で11月、12月はちょっと駐車場を2台増やすことにしましたので、お車でお花買いに来てくださる方もまあね、止めていただけるかなと思っております。今日から2台増やしましたので、ぜひぜひお待ちしております。待ってます。